クリーン TV です。今日はですね、グローブについてちょっと紹介したいなと思います。最近僕グローブ買ったんですね。内野手用なんですけど、普段外野やってるんですけど、内野手用のグローブを買いまして、練習用ですね、完全に試合では使えない練習用のやつを買って、ちょっとなんですかね、練習のグローブってちっちゃいじゃないですか。もうかなり手と同じようなサイズのグローブで、手で取る感覚に近いものっていうのを、なんかその練習で身につけるためになる方も、ちっちゃくしてるんだと思うんですけど、まあ、下手したらもう真っ平らなグローブとかあるじゃないですか。もう当てるだけ、当てて取るだけの練習用のグローブ、僕あれだと全然できないんで、さすがに普通のグローブを買ったんですね。でやっぱちっちゃければちっちゃい方がいいなと思って、手の感覚により近い方がいいだろうっていうことで買ったんですけど、しかも安いです、めちゃ950円とかしかしないんですけど、そのグローブがこちらです。わかります？これあんま小ささわかんないですか？ちっちゃいですよ、かなり。ほらこんなんですよ。ちっちゃすぎるだろっていうね。ボールとかこのサイズですからね。こんなちっちゃく見えない。ちっちゃいんですよ、かなり。本当にちっちゃくて、しかもこれも革じゃないっていうね。わかります？この革じゃないんですよ、これ。なんだろう、これナイロンみたいな。これね、これで900何本とかなんで、もう1000円いらずに買えますからね。おすすめです。まああとはこういうね、プラスチックボールもついてますからね。お買い得ですよ。ということで、グローブ紹介でした。チャンネル登録される場合は左側のボタンをクリックしてください。よろしくお願いします。それではまた。